日本東京都足立区西新井西新井は東京都足立区の町名。現行行政地名は西新井1から7丁目。郵便番号は123-0841。繁栄地名として西新井駅や大島駅を中心に西新井、西新井本町、西新井坂町、栗原周辺地域を指すこともある。現行行政地名の西新井一から七丁目は 住居表示実施済み区域である。西新井駅は、西新井地域の東端にある。隣接する地域は、北は西以降及び以降、東は栗原、南は西新井本町、西は江北及び谷崎家。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、西新市の32の3の地点で26万4千円、平方メートルとなっている。 西新井という地名は、826年空海が、カジギ島を押した際に、水が湧き出てできたという総持寺内の井戸が、近藤の西側にあったことから。江戸時代には、総持寺の門前町として発展した。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では、 学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。未成線 AB、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。2017年12月7日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。 2017年12月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、区立小中学校の通学区域表、通学区域図。足立区。2017年12月7日閲覧。学校選択制度について。足立区。2017年12月7日閲覧。 小学校の学校選択制度の改正について、足立区2017年12月7日閲覧、ありがとうございます。